クルーズ TV ハロウィンパーティーコスチューム紹介。はい、 YouTube をご覧になっている皆様、このチャンネルでは火曜、木曜、日曜日の2日から3日間でこの番組以外にも多数の番組を制作配信しておりますので、もしよろしければ YouTube 内にあるクルーズ TV のチャンネル登録よろしくお願いいたします。スタジオ観覧もお一人様2000円でできますので、観覧をご希望の方はぜひお越しくださいませ。はい、ではコスチューム紹介コーナー、イエーイ。いただいて、はい、さあ、はい、行きましょうか。こちら向けさせてもらいますね。はい、ありがとうございます。はい、食べる。はい、かわいい、かわいい、セクシー、はい、どう紹介してもらう。まあカメラでね、舐めますよね。上からしてもらう。はい、煽っておって、煽っておって、はい、紹介です。
ですね。チャイナですね。チャイナ、かわいい。かわいい。そう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 。くるくるっと回って。普通のチャイナと違ってここがレースになってる。そうそう。かわいいの。おしゃれだし。ミニスカのやつもあったんですけど、うん、ここが開いてるやつ。うわーちょっとな。ちょっとな。史跡とか撮って今日も来ましたね。ちょっと、まあ、もうね、YouTube で見慣れてる方もいるんでしょうか。かわいい。このパメの靴下もかわいい。かわいいですね。おー、かわいい。この持ち方がガチ。ガチ。これをちゃんとすぐパカッと開けられる。プロプロ。プロプロ。ちゃんとね、国家試験撮ってますから。あ、そこは国家試験なんだ。国家試験だよ。書籍卒業。こんなの履いてるし、ここぐらいかな、ハロウィンっぽくしたのって。目玉つけてみた、これぐらいかな。全然ね、ないんですけど、何でもみんなみたいにちゃんと準備すればよかったのに、ごめんなさい。ちょっとね、私もこれ今日は準備したから。あ、でも準備する気すらなかったから気持ちの問題ね。いいの、これがあるなら。そうそうそう、さっきね、ここでね、パンツ直してたら怒られた。あー、パチパチパチって言って、パチンじゃないよって怒られた。店長に怒られちゃった。はい、私のハロウィンの予定ね、私もないんだよな。あ、でも、うん、土曜日なんですよ。だから、そうそう、今年の31だっけ ?31 まである、ある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 。土曜日なんですよ。だから、あの、YouTube をね、ちょうど土曜日にアップする日なんで、うん、なんか、カラオケ、もう撮ってきたんですけど、カラオケでそのハロウィンっぽい歌を投稿しようと思って撮ってきましたけど、誰も知らない曲だから誰も盛り上がらないっていうね、意味のわかんないことしてきました。ただ自分が楽しいっていう。10年以上前のアニメの曲を、誰も知らないような曲を歌って。ハロウィンっぽいの、それ。ハロウィンのハッピーハロウィンって曲なんだけど、誰も知らない、ちょっとグロいアニメの女の子が歌ってるやつです。楽しみにしててね、よかったら。それぐらいです、私の予定。ありがとうございます。ありがとうございます。だけどごめんね、ありがとうございます。はい、次の質問。はい、あ、こっちだった。MC は、うさぎです。かわいい。
愛いですね。あ、そうね。うん、でも全然ここについては全然こうやってやる。あ、確かにね。ディズニーのやつに出てくるこういうウサギ、なんだっけね、結局名前わかんなかったね。誰もわかんなかった、誰もわかんなかったね。分かってない。後でツイッターにあげときます、うん、こういうウサギです。なんか悩んだのいろいろ、早く行かなきゃと思いつつ、うん、でも変なの買いたくないなと思って、うん、ずっと行ったり来たりして5分ぐらい悩んだの。そしたら、まあ、ウサギ顔って言われるし、ウサギでいいよって言われて、ウサギでした。似合って、うん、似合って、可愛い、前歯出してくれ、前歯。あ、ちょっと ちょっと話してみて。皆様、次回の放送もお楽しみください。